今回はプラスのハサミプレミアムチタンです。最近使っているハサミを紹介します。プラスのプレミアムチタンです。まず特徴としてグリップが低反発素材になっていて、長時間使っていても疲れません。またこちらのハサミの特徴としてはベルヌーイカーブという設計がされていることです。刃を動かしても刃と刃の間隔を常に30度の角度にキープしながら対象物をしっかりと切ることができます。名前にもあるように刃全体にチタンコーティングが施されているので、どれだけ切ってもサクサク長持ちな使い心地をキープすることができます。見た目にもブロンズ色に輝くのはかっこいいですね。実際にハサミを使ってその切れ味を確かめてみたいと思います。コピー用紙を何枚重ねて切ることができるでしょうか。用紙を半分に折って切る、またそれを重ねて半分に折って切るということを繰り返していきたいと思います。まずは半分に折って用紙1枚分の厚さを切ってみます。これは当然切れますね。続いて切った用紙を重ねて半分に折って厚さ2枚分の用紙を切っていきます。全く問題ないですね。次は用紙4枚分の厚さを切っていきます。こちらもほぼ抵抗感なくスムーズに切ることができました。次は8枚分の厚さにチャレンジしていきます。多少先ほどよりも抵抗感はありますが、全く問題なく切れますね。次はさらに倍の16枚分の厚さに挑戦です。少しの硬さはありますが、全く問題なく切れます。なかなかの切れ味です。次はさらに倍の32枚分の厚さです。これはおそらく無理だと思いますが、一応やってみます。なんと切ることができてしまいました。ただ今後32枚という用紙を一度に切ることはないとは思います。 Amazon のレビューで評価が高いのも納得の切れ味でした。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよかったらぜひ。